辻斬り。近頃辻斬りが出没するという。昔の辻斬りと違い、人の体は切らない。人と人との関係、いわゆる縁を切るのだ。友人や恋人の縁をいとも無造作に断ち切る。縁を切られたらもう赤の他人。両者の縁が同時に切れたらまだ救われる。一方の縁はそのまま、他方の縁だけ切れたら問題。恋愛関係の場合、傷害事件になりかねない。友情関係の場合、金銭貸借問題などが表面化する。体を切るより罪深いかも。親子関係などの血縁だって切られてしまう。例えば、従順だった子が急に反抗的になる。近親相関から深刻な関係になる場合もある。前世や来世の縁を切られることもある。この場合、ほとんど誰も気づかない。さて、この辻斬りは何者であろうか。宇宙人説もあるが、ちょっと信じがたい。縁結びなどという商売がある。お金を出せば他人と簡単に縁が結べてしまう。こんなので儲けてる輩が一番怪しい。